ただいまより北海道林間共同週間共同セミナーを開催いたします。本日はチームとして北海道観光大使も任命をされており、レバンガ北海道を運営されております株式会社北海道バスケットボールクラブに横田明様を講師にお招きいたしまして、地域とともにレバンガ北海道と題しましてご講演を頂戴いたします。横田様は北海道バスケットボールクラブにおきまして地元企業などからの支援拡大、あるいはホームゲームの主催などを統括する事業本部長の要職を務めていらっしゃいます。それではよろしくお願いしたいと思います。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、株式会社北海道バスケットボールクラブ横田でございます。今日はお昼のお忙しい中にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。またこのような機会いただきました、北海道庁様ありがとうございました。今日この時間を活用させていただきまして、地域とともにということで、レバンガ北海道が掲げる地域との事業、こういったところのご説明も含めながら、まずはレバンガ北海道とは何ぞやというところも含めて、簡単にご説明などをさせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ここに載っているのが今期、レバンガ北海道に所属する選手たちです。今日ちょっと資料の方が、ちょっと学生向けだったりちょっとをするんですけども、ちょっとご覧いただければと思うんですが、一応バスケットは好きですかというところから始めたいなと思っていて、やっぱりスポーツに携わる人間として、バスケットは好きですかと言われれば大好きですというふうに、答えていきたいなということで、じゃあこのバスケットボールがなぜ、大好きで、でその大好きなバスケットボールをどのようにこうお客様に知っていただくかということが、我々、レバンガ北海道のやるべきことだと思っているんですけども、じゃあバスケットボールがどこが魅力があるのかっていうところでいうと、まずめちゃくちゃ得点が入るんですよ。いろんなスポーツに比べて、正直、これを見ていただくと一番左がバスケットボール、これは何の得点かというと、両チーム合わせた1試合の平均得点数値、これ左からバスケットボール、野球、サッカー、比較していただくと、バスケットボールって1試合に両チーム合わせて150点入るスポーツなんですね。ということは自分の応援しているチームが75点入る、そうすると1回ゴール入ると2点ですから、30数回もしくは40回、得点を決まるシーンを見れると、少なくとも0対0で引き分けで帰る、そういうところはないスポーツだと言えます。なのでめちゃくちゃ得点が入る、ここもちょっとバスケットボールの特徴かなと思って。でもう一つはきっちり終わるんです。2時間あれば延長含めて、夜11時まで試合が終わらないとか、そういうスポーツではないので、次の予定が立てやすく、試合が終わってからじゃあご飯食べに行こうということで予定を立てて、いただきやすいスポーツ、決して他のスポーツを批判しているわけでも何でもございませんので、比較として聞いていただければと思うんですけども、きっちり終わります。で、これも比較ですけど、プロ野球だと平均で3時間超えるスポーツ で最長だと6時間かかるということもあって、野球は野球の面白さ、サッカーはサッカーの面白さあると思うんですけども、こういったところもバスケットボールの特徴かなと思っています。で、来た方は一番ご理解いただくんですけども、一番の特徴としてはもう汗かかっちゃうんですよっていうのは、何かというと、もうこんな距離なんですよ。スタンドだったりスタジアムでこの距離で見れるってことはまずないんです。で、今ご覧になってるのがここコートで、コートの脇を囲んでるのがお客さんなんですね。
なので選手がダイブして飛び込んでくるということも、まあ、数回あるぐらい、本当に距離感が近いんですね。まあ、バスケットボールの迫力っていうのは2メートル以上の選手が、サッカーでいうとこのペナルティーエリアってあのゴールのところに白いラインがあるんですけど、あのペナルティーエリアにバスケットボールのコートってすっぽり収まるんです。そのくらい狭いんです。その狭いコートに2メートル級の選手が10人走り回ってるんです。この迫力ってものすごいです。もう汗も飛び散るぐらいの臨場感があるスポーツ、これがバスケットです。まあ、これもあのうちのホームゲームの試合なんですけども、まあ、お客さんが緑で染めて、会場を賑わせていただいているというような形になっています。で、今ちょっとちっちゃいんですけど、 FIFA の登録者、これ国際サッカー連盟に登録している世界の競技人口、これが約2億5000万人言われています。それに対してじゃあ FIBA と言われる国際バスケットボール連盟の、世界の競技者、これが何人いるかというと4億5000万人いるんですね。あれだけサッカーのワールドカップで世界的にこうもう、ビッグイベントになっているサッカーより も実はバスケットボールの世界的な競技者の方が倍近く多い、まあ、こういう現状の中でなぜじゃあ日本の国内で、バスケットボールが盛り上がらないのか、これはもう、サッカーと同様もう20年前に、J リーグが創設されて、この20年でやっぱり日本が伸びてきたっていうのは事実だと思いますので、まあ、そういう意味では来年新しく日本のバスケットボールが変わる新しく B リーグ、まあ、J リーグに倣って B リーグとこういうリーグが創設されますので、ここからバスケットボールの世界に羽ばたいていくと、こう世界で戦える選手を作っていくというような第一歩だというふうに言えると思います。で、国内 の人口についても野球サッカーに引け取らないんですね。これなぜかというと野球サッカーの女子の競技登録者の人口って全国で5万人と言われてるんです。に対してバスケットボール全体の競技人口が64万人いまして、でそのうち女子の競技人口が約半分なので32万人の女性の競技登録者がいるということで、ポテンシャルは非常に高いんです。女子野球、女子サッカーが5万人に対して32万人のポテンシャルを持っている。まあ、なので、今新リーグの陣頭指揮を取っている川淵三郎チェアマン、今は日本バスケットボール協会の会長なんですけども、まあ、川淵さん曰くこれだけのポテンシャルがあってサッカーを超えられないはずはないということまで言っていただいているので、間違いなく日本のバスケットボールも、これから変わっていくと思います。でその中で、北海道に生まれたレバノン北海道っていうプロバスケットボールチーム、このレバノン北海道っていうのは今国内の、NBL ナショナルバスケットボールリーグというリーグに所属する北海道唯一のプロバスケットボールチームです。で全国北海道から熊本までちょっとちっちゃいんですけども12チームが総当たりで、戦うことになっておりまして、で、まあ私どもも、まあ、冒頭、ご説明、いただいたように北海道さんの方から観光大使を任命していただきまして、各アウェーの地域に行った時に北海道の地元の良さを PR するということもさせていただいております。なので、前回も、アウェーの地域に行って地元の特産を PR すると、まあ、そういった活動も通しながら、まあ、北海道のために、バスケットだけじゃなくてですね、地域のために活動しております。で特徴すべきがシーズンっていう期間が、これ実は野球サッカーが今終わる頃に我々のシーズンが始まるんですね。まあ、大体今クライマックスシリーズがファイターズが終わった頃に我々が開幕を迎えるということですので、その後11月ぐらいにはサッカーも終わりを迎えて、おかげさまで冬はバスケットボール
まあ、独占できるということもあって、まあ、新聞記事の方もですね、割と大きく伝えていただけるというような効果もあると。まあ、そういう意味では北海道というのは、まあ、スポーツ大国だと思っていて、野球、サッカー、バスケット、それからフットサルもありまして、ウィンタースポーツも含めるとジャンプ、カーリング、スピードスケート、まあ、陸上、アイスホッケー、もう1年間、スポーツが楽しめるエリアになっています。で、ようやくこう世間の風もですね、今までこうスポーツっていうのはやるもんだというふうに、思われていたものから、見るスポーツ、作るスポーツ、まあ、こういったところに、徐々にシフトしてきていただいているので、こうやってその我々のようなスポーツを見ていただいて楽しんでいただける、まあ、こういった部分を北海道は一年中満喫できますよという数少ないエリアだと思いますので、その中で冬を担う我々山の北海道も、しっかりこう皆さんに楽しんでいただけるようなチームになっていかなきゃいけないなというふうに思っております。で、これがコーポレートスローガン、まあ、いわゆる企業でいうところの企業理念になります。北海道に明日の頑張れを。これはどういう意味かというと、まあ、レバノン北海道が北海道にある理由、まあ、皆さんご存知かもしれないんですが、レバンガ北海道って、チーム名の由来は頑張れの高さ言葉なんですね。まあ、コンサドーレさんも、まあ、ご参考だったりする中で、頑張れの反対語でレバンガ北海道で、チーム名を作った時には、道民の皆さんから頑張れと応援してもらえるチームであり続けようという皆さんから頑張れと応援してもらえるようなチームというような形で考えて、いたんですけども、本当に私たちが北海道にある理由っていうのは、実はそこではなくて、道民の皆さんの明日の活力を我々がお手伝いしていく、このために我々があり続けるということを念頭にして、現在やっております。選手はもちろん勝利を求められるんですけども、我々、クラブが求めるところはまず最後まで諦めない、努力を惜しまない、こういった姿を見て、まあ、今うちの代表であり選手である今お配りしているチラシの表紙にあるのもですね、折茂武彦という、まあ、球界最年長、まあ、45歳で、まだ現役の選手、まあ、こういった選手がもう若い選手と一緒に練習して必死にこう汗かいて試合中も走り回ってるんですね。で、勝っても負けても折茂さんの必死なプレーを見て元気をもらいました。なんか同年代でここまでやってるんだったら自分もやんなきゃなと思いました。こういう言葉をいただくんです。そこが北海道の皆さんの明日の活力になるかもしれないっていう我々が目指すところです。45歳の男が頑張ってる、だから俺も頑張ろうと思ってもらえる、そんな試合を見せてくれということを最低限、チームには求めています。そして我々フロントがやらなきゃいけないことは、道民の皆さんに楽しんでいただける思いを込めて作り上げるイベント、こういったことで楽しかったな、明日も頑張ろうと言っていただけるようなイベントを作り上げていく、これが我々フロントの課せられている、まあ、責務だと思っています。で、そもそも北海道にこのプロバスケットボールチームがあるっていうこと自体が北海道の子どもたちの夢であり目標であるというふうに思っていますし、そういうふうなトップチームにならなければいけないと思っております。おかげさまで年間3000名を超える子どもたちに毎年バスケットボールクリニックさせていただいております。子どもたち の目の輝きっていうのは本当にプロスポーツ選手と一緒に触れ合えるだけですごい輝くんですね。
技術的なこととか、それは先生が教えることであって、何しろやっぱりバスケットを楽しんでいただくということをネットにクリニックを行っているんですが、やっぱりこういう活動を通して、あんな選手になってみたいな、あの選手になるためにはもっと頑張らなきゃいけないな、そうやって言っていただける子どもたちを増やしていく、これこそがレバノン北海道、我々が北海道に明日の頑張れよというコーポレートスローガンを掲げている、この一つの手段だと思っております。まあ、それで全体的に北海道を元気にするというような形で、やらせていただいております。なので先ほど申し上げた、皆さんに頑張れと言っていただけるチームであるとともに、北海道の皆さんに頑張れを送り続けられるチームになろう。なんかレバンガも負けてるけど、なんか必死に頑張ってるから、ちょっと応援したろうかと。というか、まあ頑張ってるし、あいつらも、じゃあ俺も明日から頑張ろうかな、というふうに思ってもらえるチーム。まあそんなチームになるべくですね、毎日毎日、まあ、小さなことから積み重ねていって、やらせていただいております。まあ、これがレバンガ北海道ということで、ご説明させていただきます。で、ここからその、まあ、北海道さんとレバンガ北海道でのまあ、地域貢献の事業の、まあ、実績としては、まず冒頭申し上げました北海道の観光大使、こちらも、まあ拝命していただいて、まだまだその実績としては少ないんですけども、我々これからその全国を飛び回って、各地域で試合をするんですけども、やっぱりその北海道って特別な場所っていう認識が相手チームにもあって、非常にまあ、物産展的な形をやったときには非常に盛況のうちに終了させていただいたり、しますので、バスケットボールチームが北海道を背負って、全国各地を回って、そこで北海道を PR するというようなことを、昨シーズンからやらせていただいております。で、今シーズンもですね、まあ、ぜひそういう機会をいただきながら、一箇所でも多くこの素晴らしい北海道の良さを、まあ、我々レバノン北海道が魅力ではありますが、になっていきたいなと思っています。で、続いてバスケットボールクリニックというのが、まあ、先ほど申し上げた年間3000人を超える、まあ、小学生、中学生の子どもたちに、バスケットボールを指導しております。で、これは選手が自ら行ってですね、特にそのお金をいただいてどうこうというよりは、我々 その地域の貢献事業として道内各地に回らせていただいております。まあ、どうしても札幌中心にはなるものの、オフシーズンにどれだけ道内各地を回れるかということで、北は稚内、南は函館までいろんな地域で、バスケットボールの活動をさせていただいております。まあ、来年から始まる新しいリーグはですね、固定のアリーナで、8割試合をしなさいというような制限をかけられてしまっているので、これまでは我々レバンガ北海道というチームを銘打っているので、札幌での試合を中心にしながら全土各地で公式戦もやらせてもらってたんですね。で、今シーズンも帯広、函館、それから夕張、まあ、こういった地域で公式戦をさせていただいております。どうしても他のプロスポーツチームだと専用のスタジアムじゃなきゃいけませんとか、2万人以上の収容じゃないといけませんとか、まあ、そういう縛りがあってどうしても札幌を集中してしまってたんですけども、我々の特徴は体育館があれば試合ができるということですので、本当にいろんなところで試合させていただきました。そうすると年に1回のお祭りのような形で、地方の自治体の方ですとか、地方の商工会、それから、バスケットボール協会さん、そういった方々が1年に1回の催しとして非常に協力的に精力的に動いていただいて、で、地元の子どもたちがプロの選手が試合するコートで全座試合をしたりとか、子どもたちと選手が触れ合ったりとか、まあ、そういった年に1回の数少ない機会を非常に我々も貴重な機会として捉えてたんですが、
まあ、新しく始まるリーグで、そういう制限がかけられてしまったので、なおさらオフシーズンいろんな地域にこれからも行っていきたいなというふうな活動を通して、道内の子どもたちに、夢、目標を持ってもらえるような活動をしております。で、学校訪問プロジェクトっていうのが3つ目なんですけども、これは今札幌市さんと始めているものを徐々にやっぱり、拡大していきたいなと思っているんですが、これも地元の小学校に選手が直接訪問しまして、何をするかというと、体育の授業に参加したりとか、給食一緒に食べたりとかするんですけども、まだまだレバー北海道の選手を小学校の生徒あまりまだまだ認知度足りない中で、ただでかい人が来たっていうだけでものすごいインパクトなんですね。一番うちのチームで、大きい選手で215センチ、ある青野っていう選手がいるんですけども、入っていくとその歓声というよりも、あと悲鳴に近いですね。笑いと歓声に包まれるっていう、これって他のスポーツ選手だとなかなか体験できない部分で、足のサイズ、手の長さ、身長、こういったもう見た目のインパクトで子どもたちの心を掴める。なので学校の先生たちも非常に喜んでいただいて、毎年応募が、多数来て、抽選の上、行ける学校が限定されちゃうんですけども、少しでも多くの学校に訪問してバスケットやってない子たちにも、こういった活動を通して、体を動かすことの楽しさを伝える活動、それから給食をいっぱい食べて、どうやったらこんな大きくなれるんですかっていう質問に対しては、やっぱり、しっかり与えられたものを、きちんと食べる、お母さんに言われたものを食べる、こういったことをですね、プロのアスリートから直接言われることで、子供って聞くんですね。私、その日、給食頑張って食べることができましたというふうに先生からも言われる、そんなことをコツコツとやらせてもらってます。で、4つ目のキッズドリームパートナーというのが、我々のゲームの公式戦にいくつか子どもたちを今まで招待していたんですけども、子どもたちがただ単に試合を見に行けるっていう、そういう形は思ってほしくないなと思っていて、で、このキッズドリームパートナーを作ったんですけども、これは民間の企業さんとも連携しているんですけども、普段見ることのできない子どもたちですとか、そういった子どもたちを、企業の支援をいただいてご招待をする。そうすると子どもたちはただ単にただで、チケットをもらって見に来たっていう感覚ではなく、こういった企業さんの協力によってみんなは見に来れたんだよっていう、そして企業さんには、子どもたちから見に行った後にお礼状をお渡しする。そうすることで、企業さんは地域への貢献事業を担うことができて、我々は子どもたちが新規のお客さんとして、取り込めて、で、子どもたちは、こういった会社の協力で自分たちは見に来ることができたということの、三者連携の事業をやらせていただいております。これも、地元に根付いた地域の貢献事業の一つとしてやらせてもらっています。で、次がドリームリングプロジェクト。これ私午前中まさに、このプロジェクトのイベントに参加してきたんですけども、これは何かというと、道内の幼稚園にバスケットボールのゴールを寄贈しようと、プレゼントしようと、こういう企画なんですね。で、これも、我々小さな零細企業なもんですから、我々がゴールを買って幼稚園にプレゼントする、これはなかなかうまくいかないし体力が持たないということなので、企業さんと連携をして、幼稚園さんの協力を経て、一円一円にこうゴールを置かせてもらう。幼稚園としては何もせずに選手がやってきて、子どもたちにゴールをプレゼントしてくれる。
こんないいことはないですということで、今応募も殺到している中で、今日、記念すべき第1個目のドリームリングプロジェクトスタートして、まあ、報道関係の方も多数お越しいただきまして、まあ、うちの代表の堀もがお邪魔して、行わせていただきました。250名を超えるまこまら幼稚園の園児さんに、ミニゴールを渡してきました。で、園長からはこのゴールをきっかけに園児たちがバスケットボールに親しむことが幼児段階からできて、で20年後レバンガ北海道の選手になって、あの時幼稚園で、ゴールもらったんですって言える日が来たらいいですねって言ってくれたんですね。我々が目指すのもそこで、北海道の幼稚園にくまなくレバンガ北海道のミニゴールが設置される、このことで少しでもこうバスケットボールの競技人口を増やしたい、そして未来のレバンガ北海道の選手がそこから育っていく、で、子どもたちの体力の増進だとか、バスケットボールってこう投げる、それから入れる、こう突く、まあ、いろんな動作があるので、そういったことを、まあ、子供が遊びながらに、何か的にがあってそこに入れる、まあ、こういう遊びから始めてもらいたいなと思ってます。で、まあ、今日園長から言われた言葉もですね、すごく、心に響いたというか、まあ、こういったことを我々がやっていくべきなんだと。なので将来的には、幼稚園のボールだけじゃなくいろんなところに展開していきたいなと思っています。で、次が赤い羽サポーター宣言という、こちらも北海道共同募金会様との連携事業になっていて、我々が公式戦で、一勝するために、募金をしていく、でそれが年間たまった段階で、共同募金会さんに、募金をさせていただく、それから試合の会場の中で、共同募金会さんのブースを作って、募金をしてくれた方には我々のグッズを差し上げて、その募金で、昨シーズンもですね、福祉車両1台、購入することができたということで、まあ、こういったそのあまり表に立って、していない活動もしておりまして、もう 4,5 年にしますね、共同募金会さんとこの事業、年々こう最初は車椅子だったりしたんですけど、どんどんこうバージョンアップして、去年はついに車両を、購入することができたということで、まあ、その台数が1台でも増えるような活動を公式戦を通してやっていくというような連携事業をやらせていただいています。で、最後に北海道バスケットボール協会14地区親善大使、14地区にそれぞれ地区協会さんが、バスケットボール協会さんがありまして、そのバスケットボール協会さんから各選手を親善大使に任命していただいて、そこで、バスケットボールに特化した親善事業を PR させていただいて、まあ、直近で言いますと国体の北海道の予選が札幌でありまして、各地区からこう釧路選抜だとか北見選抜だとか、札幌に集合するんですけど、そこのスペシャルサポーターとして、釧路選抜だったら釧路の PR 大使の何々選手が応援する、まあ、そういうことで少年の国体、青年の国体、いずれも PR させていただいて、バスケットボールを通して、地方にも根ざした活動をやっていこうというようなこう、地域の貢献事業というのを実績として、今やらせていただいております。なので、これからはバスケットボールの可能性、今申し上げたのは本当に我々まだまだ小さなエリアでしかできていないんですけども、これが来年新しく生まれ変わるリーグ B リーグ、今まで、2005年に BJ リーグという今の我々の参入しているリーグとは別のリーグが誕生して、
2つのプロリーグが10年間歩み寄りをせずに、来てたんですね。で、日本協会としてはこの2つのリーグを1つにせねばあかんということだったんですけども、10年間経ってもできずに、国際バスケットボール協会から日本代表が国際試合に試合しちゃいけませんという制裁を受けたんですね。それが去年の11月です。それでアンダー19の女子の日本代表が、国際大会に行けませんでした。これ全く女子には関係ない話なんですよ。男子のこの2つのリーグが1つになれなかった理由で、子どもたちの経験の場を塞いでしまった。これでもうどうしようもないということで、立ち上がったのがタスクフォースと言われるプロジェクトチーム。この陣頭指揮を取ったのが先ほど申し上げた現日本バスケットボール協会会長であり、J リーグを創設した川淵さん。川淵さんが、日本のバスケットを変えるということで半年で一つにしました。この2つのリーグを10年かかってできなかったことを半年でやってのけたんですよ。なので今まで変わる変わると言っていた日本のバスケットボールでも変わりませんでした。でも2016年10月で間違いなく変わります。 J リーグの元年のように、まで大きくなるかは分からないんですけども、間違いなく変わります。 J リーグに倣って B リーグというのを発足して、1部リーグ18チームが戦うことになりました。おかげさまで、我々レバンガ北海道も新年度始まる B リーグ1部リーグからスタートすることが、決定してですね、本当に北海道庁さんをはじめ、北海道民の皆さんに、本当にたくさんのご支援をいただいて、なんとかこう1部リーグに、参入することができた。で、このここから北海道も変わっていきたいと本当に思っています。そしてもうあと5年を切った2020年の東京オリンピック、ここに我々の中期的なビジョンがあります。今、22歳、23歳で、うちに所属している選手たち5年後ピークを迎えます。必ずこの北海道のチームから東京オリンピックのコートに立つ日本代表選手を輩出する。これが我々の中期的なビジョンでもありますし、これこそが北海道の皆さんに、恩返しできることなんじゃないかなと思ってます。やっぱり自分たちが応援しているチームの中からオリンピック選手が輩出される、まあ、これって本当に素晴らしいことだなと思ってますし、今うちのチームには残念ながら元日本代表の選手がおりません。現日本代表の選手は一人もいないんですね。ただそのポテンシャルを持った選手たちはたくさんいます。なので、今シーズン、先週開幕を迎えて、残念ながら2連敗してしまいましたけども、今シーズンまだまだ始まったばっかりですので、これから若手選手が台頭していって、プレーオフに食い込めるようなチームに仕上がっていってると思いますので、前面に立つのが今のところの森も皆さんがご存知なのももしかしたら森も選手一人なのかもしれないですが、試合に来ていただければですね、本当に純粋にイケメンな選手たち、プレーも頑張る選手たち、いろんなキャラクターがいますので、入り口はどこでもいいと思ってですね、選手かっこいいから見に行ってみようかな、そんな入り口で、十分だと思ってます。我々は試合を見に来てくれさえすれば2回目につながると思ってます。そのぐらい自信持ってます。バスケットボールの面白さ、これ見た人は意外に面白いねって言うんですね。皆さん来るときの想定めちゃくちゃ低いんですよ。実業団の、いわば試合の延長でしょうぐらいにしか思ってないんですけども、それなりにやってます。明かりも、暗くして照明も入れて MC も入れてチアも入れて華やかなエンターテインメントを目指してやってます。まだまだこうファイターズさんに比べれば、規模も小さいですしデメントの部分あるんですけども、
本当に面白いんですよ。まあ、冒頭申し上げました得点が入るというところもそうなんですけども、最後まで、目が離せない展開、これってテレビじゃ伝わらない面白さありますので、ぜひ会場に来て、騙されたと思って、見に来ていただきたいなと。で、ほぼ皆さん全員の方が、いや意外に面白いねって、その時にあこういうことかというふうに思っていただけるのかなと思いますので、まあ、ぜひ今シーズン始まったばかりですので、ご覧いただきたいなと思っています。で、最終的な我々のミッション、これは地域社会に愛されて、人々の生活の一部になること。これ残念ながらもうすでにファイターズさんはできていると思っています。私も電車に乗ることがあるんですけど、地下鉄に乗ることがあるんですけども、地下鉄の会話で昨日どうだったな、昨日負けたわ、これファイターズさんの話なんですよ。こんな会話が朝の通勤時にファイターズどうだったって言わなくても通じる、これやっぱ素晴らしいなと思ってます。でもできないことないと思ってます。まあ、ファイターズさんコンサドーレさん終わった時期に始まるっていうのもあるんですけども、そうではなく本当にその生活の一部になることができれば、本当昨日ダメだったよねとか、いろんなところでこう会話が聞こえてくる、そんなチームになっていきたいなと思ってます。で、幼稚園にリングを送るこのことをスタートとして、最終的にはまあこれも、北海道さん、それから地方自治体さんとの取り組みにもなるかと思うんですけども、やっぱり公園にバスケットボールリングがあふれる社会にしていきたいな。これは何十年後になるかわからないです。ただ日曜日になったら親子で、まあ、ロサンゼルスだとかアメリカの方と同じような、そんな社会に50年後までには、自分がですねもう引退して、孫の世代になった時に公園にバスケットボールのゴールがある、そこで、誰かに構わずバスケットボールを楽しんでいる、そんな地域社会にしていけば、きっとレバノン北海道はその時もっともっと大きくなっているというふうに思ってますので、その歴史の第一歩が今シーズンだと思いますし、来季始まる新しいリーグだと思ってます。でその皮切りとしてまず幼稚園から始めて着実にステップしてると思ってます。最終ゴール、本当に夢のような話かもしれないんですけども、そこになんとかたどり着きたいと思っております。まあ、まだまだその一歩ずつ階段は歩んでいかなきゃいけないところだと思いますので、そのためには一人一人、今日まあ拙い話で、恐縮なんですが、今日の話をお聞きになった皆さんが、この話を一人二人のご友人知人に、まあ、レバンが面白いらしいよと、なんかシーズン始まったらしいからちょっと行ってみない、こういう声かけ、口コミからご協力いただくことで、どん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 広がっていくと思いますので、ぜひ、まあ、札幌の開催も今シーズン増えておりますので、チラシ、今日ご用意しております。まだこちらにもありますので、何枚か持っていただいて、まあ、お知り合いに渡していただくことで、レバン北海道もっともっと知っていただけるような形を取っていただきたいなと思っておりますので、まあ、なんとか、皆さんご協力をいただいて、レバン北海道もっともっと大きくなっていきたいと思いますし、そのために、北海道庁さんをはじめとする地域の方々と共にですね、いろんな事業、バスケットボール以外の貢献事業を進めていきながら、皆さんに愛されるチームクラブで、ありたいというふうに思っております。まあ、北海道とともに、これが、まあ、我々のスローガンだと思っています。まあ、レバンが応援しなきゃ人生終了ですよと書かせてもらいました。これ諦めたら試合終了だよという、バスケットボールでいうと有名な漫画のフレーズ
皆さん、レバンガ応援してください。応援しなきゃなくなっちゃいけないチームだと思っていただいて、ぜひ皆さんのご支援いただければと思います。ちょっと、50分待つということでしたので、これで、話の方は終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。横瀬様、どうもありがとうございました。レバンガ北海道のですね、地域に対する北海道に対する熱い思いというものが、ビシバシ伝わってくるような、そのようなご講演をいただきました。ありがとうございます。せっかくですので、皆様分かった方からご質問ございませんでしょうか。何でもよろしいと思いますよ。はい、それでは横様、本日はどうもお忙しい中ありがとうございます。改めまして横様に拍手の方をお願いしたいと思います。ありがとうございました。